題岸です。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 はい、はい、ということでですね、はい、突然なんですけど私たちのメンバーに2人女の子がいるんですけど、誰どこにいるんや。はーい、そうなん。その2人のいくらメンバーといえでもやっぱり可愛いところは見たいんですよ。ということで今回はルナとミュウの、はい、ということで今回は、うん、ルナとミュウのぶりっ子5番勝負。何それ、やだ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 。あのただ単に可愛いところを見たいので俺がシチュエーションを用意してきたから、それに沿ってちゃんとぶりっ子をカメラの前にしてください。やだ、本当にやだ。そんな見ると得するん。するよね。みんなもすると思う。見てる俺もルナの可愛いところ見たいね。みんなの可愛いところ見たいから。おーじゃないから、ね、おーみたいな顔する。ぶりっ子していきましょう。はい、ということでですね、今回はこのぶりっ子たちに負けた方にしっかり罰ゲームもあるんで。何それ。何の罰ゲームなの。罰ゲームはですね、なんと負けた方は最後のエンディングの締めを一人でぶりっ子でやっていただきます。やりたそうやん。やりたくない。あ、大試合。キュン。上目遣いでキュンとする一言。できない、できない。ということで俺と高ピロは審査員なんで2人で判断しよう。うん、もう彼女ひいきとかなしで。じゃあ先行はどちらにしますか。じゃあキュンキュンじゃんけんで先行ここ決めて。最初はグーキュンキュン。じゃんけんポイン。あ、はい、はい、ここでしょい。あ、負けちゃった。ドン。じゃあルダは先行ここどっちにします。ここで。先行ミユ。それでは先行ミユ、はじめ。じゃあ行きます。あ、ここにチーズドッグのかけらついてたよ。終了。そこまで無理。次高校ルナ、はい、はじめ。いきますね。え、なんて、ちょっとカメムシついてるって。ちょっと取ってここ。そこでなんで、なんでカメムシついてるのでさ。マジきついこれ。ドキドキプリ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 あ、プリプリ。なになに、ただいまの結果、ちょっと待って、ちょっと待って、聞きたくないよ。勝者、うん、やったルナ。いやー、マジうざ。次行こうぜ。それでは、第2試合、ぶりっ子大喧嘩。やだやだ。もうぶりっ子対決なんで、もう喧嘩の勝ち負け関係なく、うん、もう可愛かったら勝ち。準備はできてますか。余裕だよ。それでは、ぶりっ子対決、はじめ。みゆちゃん、痛い。やめて。うひー。おわあ。もう、ルナちゃんのバカ。で、ほこりん。金が鳴っちゃう。そこまで。結果発表で言ってましたね。ポンポン。それでは。考えたよ。うん、結果、ドロー。ないんだって。仲良しだね。わー、わわわわ。はい、次ということで第3試合、ぶりっ子腕相撲。わー、リンゴも持てない。みゆちゃん嬉しい。それじゃあ力を抜いて、はい、レディーぽい。無理無理、力が入りない。あー、ポカポカポカ。どんな、うー、そこまで。素が出ちゃった。はい、それでは結果言うまでもなく、なんでミュウが怖かったんでルナの勝利。どういうこと、全然わかんない。で、次それでは次の試合はぶりっ子ポーズ対決。まあ、ルールは俺とタカピロがタンタンってやるんで、その時にぶりっ子のポーズをしていただきます。難しいな。それで笑っちゃったり、うん、まあ、ポーズが見つからなかったりしたら、うん、もうその人の負けですね。ドキが胸胸。はい、それでは早速やっていきます。それでは始め。はいはい、キュー。はいはい、ぽよーん。はいはい、パオーン。はいはい、ピーン。はいはい、ピーン。はいはい、ぴょーん。は
よ、二人とも。そこまでーす。なにこれ。もうこれはもう言うまでもなくドローです。へえ。ねえ、一回も勝ててない。それではラスト第5試合、告白。やばいやばい、恥ずかしい。ということで告白なんですけども、俺とタカピロで好みのシチュエーションを2つ用意しました。まず1つ目が、まあ、後輩と先輩の関係、あるある。で次がナースと患者の設定。マジでやだ。ということでやっていきます。それではまずどっちのシチュエーションがいいかじゃんけんで決めてください。対象はポッカポッカじゃんけんぽい。ああ、アイコールショー。やだ、絶対やだ。じゃあルナどうする？先輩好きやから、じゃあ先輩にしようかな。やったー、患者さんに手出しちゃおう。はい、それではスタート。それでは先輩への告白始め。ねえ秀吉先輩、ルナね、秀くんのこと好きなんだ。よかったらチューしてほしいな。もうえ、もうキュー。ブー。そこまで。じゃあ攻守交代。それでは患者さんへの告白始め。お、秀吉くん、今日の検査良かったみたいだね。本当おめでとう。もしよかったら退院したら一緒にご飯でも行ってほしいなーなんて思ってて、こんな特別扱いしてるの秀吉くんだけだからね。じゃあね。そこまで。マジで変えて。それでは5試合目の結果、うん、勝者ルナー。よって優勝はルナでーす。何？いきなり変わるな。それではやだ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 、本当にやだ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 。はい、じゃあ今日はこの3人でお送りします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、あら、あさこちゃんだよ、高評価、ほら、ひねくん、コメントお待ちしております。あ、バブバブ、あ、キャンキャン、あ、キュンキュン。新大久保で1万円分食べきれるまで帰りません。イエーイ。今結構ね、食べれない。